黄身がとろっとして、これ美味しそうでしょ。とろり感がね、そうめんに絡むんだよね。はい、どうもお料理のりさん、リュウジでーす。いや、来ちゃいましたね。今回はですね、ファミリーマートさんで材料を全部揃えてきました。で、今回はですね、コンビニで全て揃う、食べたくなったらいつでも買える、これね、めちゃめちゃうまいレシピ。ファミリーマートさんで買えるもので、鶏白湯つけそうめん、スープがね、めちゃめちゃうまいスープをね、僕開発しちゃったんですよね。これがなんとコンビニでいつでも揃う、自分をね、自分で褒めてあげたい、そんな素晴らしいレシピができましたので、やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、それではね、材料の説明、いきたいと思います。まずですね、これ今日の要になるのがですね、この今夜は手作り気分、サラダチキンで作るサムゲタン、これなんですよ。これがですね、めちゃめちゃいい味出すんですよね。これを使うと鶏白湯スープとか超簡単に超うまくできちゃうんですね。今回はね、これを使って絶品なつけ汁作っていきます。はい、で、あとですね、まずスープに使うのが、あとね、味もさんの本出しですね。はい、これがね、ちょっとね、魚介の味が入ると、こうグッとね、つけ麺のスープみたいな感じになりますんで、これ本出しね、ぜひ使ってください。で、あと、調味料、こちらですね、ごま油、はい、ファミリーマートさんで買えるごま油ですね。はい、で、あとニンニクのチューブですね。これね、ニンニクチューブ、はい、これがちょっとね、入るとね、パンチが効きますんで、これ用意してください。今回はチューブを使うんですけども、もし、香りがもっと、欲しいなっていう方は、生のニンニクおろしていただくと、より香りが立ちます。はい、黒胡椒ですね。はい、で、あと、具材、ですね、今回はね、そうめんを麺に、しますので、こののど越し自慢のそうめん、ファミリーマートさんで売ってるものですね。はい、で、あとですね、具材でこのお母さん食堂のとろーりやわらか半熟ね、これね、めっちゃうまいよね。これだけでずっと酒飲めるんだよね、これね。で、このサラダチキンですね。はい、淡路島藻塩の国産鶏サラダチキン、はい、こちらをチャーシュー代わりに、これね、サラダチキンチャーシュー代わりにするとめっちゃうまいんですよね。これもね、非常に美味しい、サラダチキンですので、これも使っていきたいと思います。あとはね、彩りに小ネギ、はい、以上の、材料でやっていきます。はい、ということでですね、まずですね、今回はもうファミリーマートさんを味わい尽くしたいということでですね、ファミリーマートさんから、ね、買ってきました。レモンサワーですね。はい、これをいただきながら楽しく料理をしていきたいと思います。キンキンですよ。いやー、いい時代ですね。いつでも買えるってね、これね、ファミリーマートしゃぶり尽くしながらやっていきます。はい、じゃあまず具材を切っていきたいと思います。お母さん食堂の半熟煮卵ね、これがね、うまいんだよ、これがね。お好みで数増やしていただいてもいいんですけど、今回は、1個使いますね。はい、で、こうやって、そうすると、ほら、黄身がとろっとして、これ美味しそうでしょ。そしてもう1個、はい、うまそうですね、これはもうたまらんね、これね。で、こいつを、うまいよ、これ、本当にうまい。ちょっともったいないんで食べます。そしてサラダチキンね、サラダチキンも半分使います。もしあれだったらね、1パック買えば2人分できますね、これね。で、このサラダチキンを、皆さんね、裂いて召し上がると思うんですけど、今回チャーシュー代わりなので、こうやってスライスしていくんですね。これがね、ちょっとね、食べ応えがあってすっごいいいんですよね。はい、で、これをチャーシュー代わりにこう薄く、スライスしていきます。これね、全然味違うんですよ、スライスするのと。そしておもむろに1つつまんで、いい仕事してるね。はい、ということでですね、もう完成、完成じゃねえ 材料切れましたんで、はい、これはこれで置いておきます。はい、じゃあね、つけ汁の方を作っていきたいと思います。まあ、手頃なね、こういう器を用意してください。で、ここにですね、今夜は手作り気分のね、サラダチキンで作るサムゲタンね、開けて、もうね、容器にね、全部入れちゃう、これで。そう、このね、とろり感がね、そうめんに絡むんだよね。もうこれ、サラダチキンというか、もうなんか、そうめん食べるため生まれてきたんじゃねえかぐらい相性いいんですよ、これ。で、こいつをですね、この容器に入れたら、レンジ可能な器にしてくださいね、これね。この状態で、2分30秒、チンしていきます。2分30秒。まあ、温めですね。この間にですね、そうめん、茹でて、いきましょう。で、こちらですね、はい。もうね、お湯沸かしておきました。僕、準備がいいので。
そしてそうめん茹でるときはね、たっぷりのお湯を使ってください。そして、沸騰させたお湯で、やってください、そうするとね、美味しくそうめん茹で上がりますんでね。ここに、そうめん、今回ね、僕、が食べますんで一人分ね、沸騰したお湯にですね、入れていきます。大体ね、どれぐらいで茹でなのこれ。2分らしいですね。あ、もういいかな。ごめんね、ちょっとね、固めに茹でるのが好きなんですよ。だから1分30秒ぐらいしたら水で締めましょう。あ、そんなこと言ってる。ちょっと待って。これね、余裕のある方はね、あれでやってください。氷水でね、冷やしていただくと、よりね、このいいコシが出ますんで。で、そうめんはね、ちょっとね、キュッと絞ってあげた方がいいです。こんな感じでね、キュッと絞って。そうすると水が出てくるんでね、水が、結構付着してると、つけ汁がね、薄まってしまうんでね。そうしましたら、ここに、そうめんの方は盛り付けていきます。はい。ね、簡単ですね、これね。で、つけ汁の方が、温まります。これね、ちょっと熱いんでね、僕はね、特別な訓練を受けてますんで熱くないんですけども、ここで、調味をしていきます。まずね、本出汁からいこうかな。本出汁さん、これね、ファミマさんで買えるからこれね、本出汁いつでも買えちゃう。で、これを小さじ半分、これね、できれば、ね、測ってくださいこれね。半分入れます。はい。とおろしニンニク、今回ね、チューブでやりますけども、生のニンニクあったら生のニンニク、2、3センチですかね。はい、これぐらい入れちゃいましょう。はい。そして、ごま油、これね、かなりね、ちょっとこうつけ麺っぽいような、はい、すごく濃厚なスープになりますんで、これね、混ぜてくださいね。よくね、顆粒が溶けるように、ちょっと混ぜ混ぜしてあげてくださいね、これね。あ、いいですね。もういい香りがもうプンプンしてきてますよ、これ。これ絶対美味しいからね、これね。そして黒胡椒、これお好みで大丈夫です。はい。で、切ったですね、具材を持ってあげて、で、ちょっとね、ネギね、お化粧してあげましょう。はい、こちらでですね、ファミリーマートさんで買える材料です。ですね、鶏白湯つけそうめんの完成です。いや、準備万端ですね。じゃあ、いただきたいと思います。そうめんをこのつけだれにたっぷりつけて、これですね、これ、このとろとろなサムゲタンがね、麺に絡むんです。じゃあいただきたいと思います。いただきます。いや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 、ちょっとね、ほんとね、自分褒めて、褒めます。今日はいつも褒めてるけど、めっちゃ美味しい。やっぱ細麺のそうめんにサムゲタンがね、絡まって美味しい。いや、これはね、やっぱね、レモンサワ、うん、あ、うまいな。やっぱね、そうめんでやるね、意味がね、ここにあるんですよね。この手間でこんなにうまいつけ汁と、もうね、ほぼね、ほぼラーメン屋だとね、このね、煮卵、この半熟具合の煮卵ね、作んのめっちゃ大変なんですよ、これ。時間かかるし、これがね、ファミマ行けば買えちゃうっていうところね、すごい時代になったよ、これは。これね、だから絡むんですよ、卵にも。うん、この漬け汁につけたこの半熟卵、見てください、この絡まり方。これを、皆さんね、これ絶対この、煮卵はこれね、絶対つけてください。つけた時のこのうまさのバラ汁すごいですから。あとはこの、ね、サラダチキン、まあそもそもね、これサラダチキン食べるように作られてますから、合わないわけがないですよね。あ、うまっ。これはね、具材をつまみながらね、これそうめんで締めると、いやいや、もうね、完結する。まあね、そうめんね、全部食べてもちょっとね、お汁、漬け汁が余ると思うんで、ご飯ちょっと入れて、ね、雑炊チックに食べるのもめちゃめちゃ美味しい。で、あとね、ちょっとこれね、まあ、僕いつもね、味変するんですけど、ラー油ですね。これをラー油をひとたらししたこの麺、うん、たまんねえ。このレシピ考えてるやつ天才や、これね、めちゃめちゃ美味しい。うん、まあ僕なんですけどね。お前すごいな、お前。ということでですね、皆さん、こんなにうまくて簡単なのに、なんとファミマで全部。
もう最高の時間をね、皆さんにお約束できると思います。ということですね、今夜は手作り気分、サラダチキンで作るサンゲタン、お母さん食堂の国産鶏サラダチキン、のどごし自慢のそうめん、僕の激推しのとろりやわらか半熟煮卵、お求めは近くのファミリーマートさん、いつでも売ってますからねこれね、はい。こちらのねレシピの、確認は概要欄、こちらをチェックしてみてくださいね。じゃあ私は残ったこれでもう一杯いきたいと思いますんで、この辺りで失礼します。